このチャンネルももう9本目の動画ね。ああ、もうそんな数になるのか。私のイメージだと変な生き物って、全部マイナーなイメージがあったんだけど、確かに動物園とかにいない生き物は、ほとんど知られていないな。どうやら例外な生き物もいるらしいわ。なんて生き物なんだ。ダイオウグソクムシ、よ、おう。ネットでも一般人の間でも、なかなか人気の生き物だな。私、この生き物の正体も、なんで有名なのかもよくわからないわ。まあ有名になったきっかけがだいぶ古いからな。その歴史も合わせて紹介しておこう。というわけで、今回紹介する生き物は、ダイオウグソクムシ、だ。名前がやけに壮大よね。ダイオウグソクムシは等脚目砂掘り虫科に属する、海生甲殻類の一種だ。海生甲殻類って？海生甲殻類は、エビ、カニなんかが有名だな。画像を見てもらえればなんとなく察すると思うぜ。確かに背中がエビっぽい感じがするけど、どちらかというとダンゴムシよね。実はその認識で合ってるんだぜ。ダイオウグソクムシの属する等脚目は、わらじ虫目とも言われていて、フナムシやダンゴムシの仲間なんだ。え？フナムシってあの、海岸にうじゃうじゃいるやつ？そうだぜ。イメージとしてはダイオウグソクムシは巨大なフナムシ。そう考えてもらえれば間違いないだろう。なんでそんなのがこんなに人気なのか、よくわからないわ。でもダンゴムシとかはみんな小さい頃触れ合っただろう。フナムシと比べたらこいつの見た目はだいぶ可愛いんだぜ。ダイオウグソクムシは等脚目では世界最大サイズで、体長は20、40センチ、最大で50センチにもなる。ダンゴムシと比較したらかなりの巨大生物よね。メキシコ湾や西大西洋周辺の深海200から1000メートル付近に生息している。日本近海にも体長15センチほどのオオグソクムシも生息しているが、この3倍も大きいな。見た目の違いが全然わからないわね。まあ大王と名がつくのは伊達じゃないな。フナムシの仲間なら俊敏にカサカサ動くのかしら。いや、実はその逆でほとんど動かない。深海生物の特徴あるあるだな。いざという時は後ろ足をヒレのように使って、遊泳することができるが、基本はじっとしてる。どんくさいように見えるが、泳ぐ時は意外とスイスイ動いてるんだぜ。実際に泳いでいる姿はこちらの動画を見てほしい。想像以上にスイスイ泳いでいてびっくりしたわ。深海だと巨大生物が多いイメージだけど、この生き物も何か食べ物に秘密があるのかしら。ダイオウグソクムシは別名、海の掃除屋、とも言われている。何でも食べるのかしら。ああ、主に深海底に落ちてきた魚やクジラなど、腐った死骸などを食べて生きている。深海が意外と綺麗なのって、この子が掃除していたからなのね。ダイオウグソクムシは海の浄化作用にも一役買ってるんだぜ。これだけ巨大ならたくさんの死骸を食べて、とっても海を綺麗にしてくれそうね。いや、ダイオウグソクムシは全然食べないぞ。ダイオウグソクムシは5年間何も食べなくても生きられる。ダイオウグソクムシは大型の割に小食で飢餓に強く、5年1ヶ月にわたって餌を食べなかった記録がある。前回のトガリネズミなんかは3時間に1回餌を食べてたのに、5年間何も食べないって病気かなんかじゃないの。これは鳥羽水族館に残っている記録で、実際に2007年9月から2014年2月14日の、死亡するまでの1869日間にわたって、体長29センチの個体が打ち出した記録だ。餌を全く食べなかったの？いや、2009年の1月2日に 50g のアジを食べてからずっと何も食べなかった。どれだけ省エネな生き物なのよ。そして誰しも死因は餓死だと思ったんだが、死亡時の体重にも変化はほぼなかった。確かに水族館で暮らしてるなら、いつでも餌にありつけるものね。絶食期間があまりにも長いことから話題になり、食事風景なんかも腰つべにアップされてるぜ。こちらがその動画だ。口元まで魚を近づけている様子も見られる。餌が食べにくかったのかと疑ったけど、むしろ餌を足で蹴飛ばしてるじゃない。もはや餌あげてる飼育員の方がいじめてるようにすら見えるから面白い。深海の生き物は常に餌がある環境じゃないから、少ない餌でも生きられる体質を持った生き物が多い。例えば、体長20メートル以上になる、ダイオウホウズキイカなんかもそれに当てはまる。こいつは5キロの魚1匹で200日間も生きられる。同程度のサイズのクジラと比べると200倍以上省エネだ。その生き物も巨大生物の動画に出てたわよね。サイズは違うけど、どっちも巨大生物よね。なんでそんなに大きくなれるのかしら。そこが一番謎なんだよな。人間の感覚だと大きいイコールよく食べるという認識だから、そんな少ないエネルギーで、どうして生命活動ができるのか、巨大化するメカニズムについては謎が多いぜ。それにしても飼育下でそこまで絶食するのは意味がわからないわね。深海の生物だから小食なのはわかっていたが、5年間も絶食するとは誰も思わなかっただろうな。そしてこの一件もダイオウグソクムシ人気に火をつけたんだ。そういえば、人気の理由が気になるわ。お世辞にも外見が万人受けするとも思えないもの。
ところがどっこい、ダイオウグソクムシは女性にも人気なんだぜ。ええ。どこにそんな要素あるのよ。丸みを帯びてて水中をのそのそと歩く可愛らしいルックス。古代を感じさせる、深海生物特有の雰囲気。ゆるキャラのような癒しか。裏側がキモすぎるわよ。まあ落ち着け霊夢。こいつは変な生き物の中でも特にネット上で人気で、普段ネットを見ない人でもテレビや水族館などで知ってる人は多いだろう。ぬいぐるみや iPhone ケースなどのグッズも幅広く展開していて、他のメジャーな動物と比較しても、水族館側のエコひいき具合は異常なほどだ。どうしてこんな人気な生き物になったのよ。他の変な生き物が嫉妬してるわよ。ダイオウグソクムシが人気になったのは、ニコニコ動画による影響は大きいだろうな。2014年4月に幕張メッセで開催されたニコニコ超会議さんでは、ダイオウグソクムシ専用ブースが設置された。ギャグかな？同年5月にはパニックホラー映画、ザ・ベイの初日には、オウグソクムシとタッチ付き記念撮影会、イベントも行われた。ギャグでしょ。その前からニコニコ公式生放送では、鳥羽水族館と連携してダイオウグソクムシの配信がされていた。特に2013年4月に行われたダイオウグソクムシ単60時間中継は盛り上がったな。投稿主も40時間ぐらい見てたぞ。ちょっとした狂気を感じるわよ。この時の累計来場者数は87万人、コメント数は128万にも上った。みんな暇人じゃないの。この時は鳥羽水族館で5年間何も食べてないグソクムシもいたからな。なおさら話題になったんだ。ちなみに2018年10月にも55時間生中継があったからみんなチェックしてくれよな。逆にそこまで視聴者がいるのが不思議で見たくなっちゃうじゃない。だろ、ダイオウグソクムシには不思議な魅力がある。ちなみに日本で最初に展示がスタートしたのは2007年9月の新江ノ島水族館だと思われる。間違ってたら訂正してほしい。ネット越しもいいけど、実物を見るならどこがいいのかしら。実物を見たいならこの水族館に行ってみてほしい。タイミングによっては見れないかもしれないから、事前に公式サイトでチェックしておくといいぜ。今度の休みにでも見に行こうかしら。ちなみに、5分ぐらい眺めてても全く動かなかったりするからそこは覚悟しててくれよな。恐るべし深海の生き物。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。Twitter も更新しているので、そちらのフォローもぜひぜひ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。